早乙女です。お、よくかけてきてくれたな。もちろん。何について聞きたいんだ。評価か。ちょっと待ってくれよ。女の子のお前に対する評価は、こんなとこだな。あ、いいぜ。ちょっと待ってくれ。キサラギ。あったあった。耳がポチってよく聞けよ。ってとこだな。なーにってことよ。女の子の情報なら俺に任せてくれよ。今日は
あなた、ちょっとこの問題解いてみてくれる？つべこべ言わずにさっさと解きなさい。ん？まあまあじゃない。私はヒモユイナ。いずれあなたの頭脳は私のものよ。ではまた会いましょう。私は演劇部が面白いらしいぜ。じゃあな。あ、来てくれたんですね。はい、そうです。ゆっくり見ていってくださいね。どうでした？よかった。あまり自信がなかったので。わざわざ見に来てくれてありがとうございました。
早乙女です。なんだ、当たり前のこと聞くなよ。ところでどうしたんだ今日は。強化か。ちょっと待ってくれよ。女の子のお前に対する評価は、こんなとこだな。あ、いいぜ。ちょっと待ってくれ。あったあった、耳がポチってよく聞けよってとこだな。なーにってことよ。女の子の情報なら俺に任せてくれよ。大丈夫ですか？あの、お怪我はございませんか？申し訳ございません。でも、平気そうですね。古式ゆかりと申します。あなたの名前は？それでは、私はそろそろクラブに戻りますので、失礼いたします。
帰り？一緒に帰って友達に噂とかされると恥ずかしいし。ごめんね、さよなら。今帰りなの？まあいいわよ。それじゃあ帰るわよ。そういえばもうすぐくだらないテストね。あんなものやるだけ無駄よ。
レイ様のお友達でいらっしゃいますか。結構です。どうぞお入りください。我が移住院家が誇るクリスマスパーティーにようこそ。日頃の現実を忘れて今日は大いに楽しんでいってください。何か言ったかね。君にお前呼ばわりされる筋合いはないがね。ま、今日は特別だ。許してやろうじゃないか。それにしてもよくその格好でここに入れたものだ。外に来年はもっと厳しくするように言わなければな。せっかく来たんだ。庶民には味わえない超豪華高級料理でも食べていってくれたまえ。では失礼するよ。あ、あなたも招待されてたのね。友達がいるからそろそろ行くね。あなたも来てたのね。研究が残ってるからそろそろ行くわ。あ、招待されてたんですね。私、挨拶したい人がいますのでちょっと失礼します。